理性会館、理性者医療スポーツ専門学校は、大阪府大阪市淀川区13本町にある、専修学校である。90年以上の歴史と伝統を持つ、学校法人、理性者が運営しており、医療分野とスポーツ分野で、社会貢献ができる人材の育成を目的としている。新灸師、柔道征服市、理学療法士の医療国家資格や、文部科学省が管轄する、 日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー資格、アスリートから一般の方々までのトレーニングを指導する様々な資格、スポーツ指導者、レフェリー、スポーツビジネスに関連する資格を取得できる。2020年4月には日本で初めてとなるスポーツに特化した語学を学べる高等教育機関としてスポーツ外国語学科を新設予定。 グローバル化の進む日本のスポーツ現場、または海外のスポーツ現場を目標に、スポーツの専門知識、専門技術、専門資格と語学力の両方を学ぶことを目的としている。系列の理性者スポーツ専門学校北大阪校についてもここで記す。複数の専門分野を同時に学ぶことのできる、理性者独自の理習カリキュラムスポーツ学科のサッカーコース。 野球コースはそれぞれ社会人、チーム、テニスコース、ソフトテニスコース、バスケットボールコースは、それぞれ部や男女チームとして活動している。ありがとうございます。